最初は詐欺かと思いましたどうやって私は騙されて自宅でパソコン一つでサラリーマンの月収以上を軽々稼げるようになったのかその方法をこの目で確かめてみてください俳優の坂上忍とタレントのテリー・伊藤が31日 TBS 系バラエティ番組「サンデー・ジャポン」で歌舞伎役者片岡愛之助との破局をテレビ番組で否定した熊切キリ・アサに苦言を呈した28日発売の週刊誌「女性セブン」で 藤原憲香との同棲熱愛が報じられた愛之助は、前日27日に、舞台の制作発表で友達ですと否定。同日夜に、ブログでも、そのような事実は一切ありませんと綴った。そして、29日、熊切が、日本テレビ系情報ライブミヤネ屋で、別れ話になったことはないと涙ながらに語った。愛之助は、熊切に、電話で別れを告げたと報じられており、坂上は電話で別れ話したんでしょう。 それなら空気読めよって話とコメント。別れるんだったらあって言うだろうって。それは自分の勝手な都合と意見した。西川文子が別れようとは言ってないって、多分と言うと、坂上は多分の話でしょうと指摘し、でもニュアンスで別れよって。電話、藤原のりかで終わったって理解すればとばっさり。西川がひどいと漏らすと、ひどいのはどっちかって言ったら、テレビ出て別れてないっていうのはどういうことと批判した。テリー伊藤も 付き合っていれば、相伊之助さんの性格をクマキリは知るべき。こういう人ですよとコメント。いい部分もたくさんあるけど、ダメな部分も2年半で分かってるんだし、この人は、別れ話を言えないんだなっていうのを感じ取って、2人で話せばいいのに、何で、カメラの前で泣いてるのと苦言を呈した。一方、杉村多蔵は、交際当初から不釣り合いと言われていて、ここに来て藤原紀香さんが登場。崖っぷちアイドルの真骨頂ですよ。頑張れ熊切、クマキリ。 と応援西川も「別れるなら別れるって言ってあげないとかわいそう」「誠実に向き合わないと」と熊リを擁護した。